さて、おはようございます。おはようございます。では本日ここどこでしょうか。はい、山形県の出羽三山神社です。来てみたかった山形の場所ですね。はい、はい、ということで本日も東北の旅スタートしてみたいと思いますので、はい、では本日も旅行ってみましょう。行ってみましょう。すごい歴史を感じます、うん、そしてここに入った瞬間空気が変わりますだね、涼しいよね、はい、ねえ、うん、立派な杉ね。はい、うん、ジー杉です。すごいねこれ。すごい、うん、こちらの杉、はいはい、樹齢1000年以上だそうです。そして、うん、ここまで来ると、はいはい、ちょうどね五重塔が見えます。奥には五重塔あるからね。はい、うん、ちょっとね写真撮るのにいいスポットとなってますよ。だね、はい、神秘的だよこれね。はい、後ろに見えるのは、はい、羽黒山五重塔です。すごいねこれ。すごい美しいです、うん、ずっと見たかったんです。はいはい。そしてなんとこちら、うん、平安中期に平将門によって創建されたそうです。歴史を感じます。あの、あちこちに神社があって、うん、神様がたくさんいらっしゃいます木漏れ日とともに雰囲気がね、ね、うん、すごい素敵です。山頂に向かいたいと思います。何段だっけ。342？ わかんない。すごいね。先まで。まだ全然だもんね。うん、すごい。頑張ります。道が雰囲気あるね。やっほー。気持ちいいね。光を浴びて。これ、やばいね。心臓破りの坂です。またこれ。頑張りましょう。2344違う。気持ちいいね。頑張りましょう。少しの間平らでまた階段だから大変だよ。なんか見えてきた。ちょっとだよ頑張って。すんごいなこの月。鳥が見えてきたね。鳥見えてきた。あとちょっと頑張ろう。鳥居です。行ってみましょう。到着。着きましたね。着きました。
これ旅の安全を祈ってなのかな。靴がいっぱい置いてある。はい、頂上着きました。はい、着きました。ね、なんとあの石段2446段あります。めっちゃあったの。はい、うん、これは日本で一番長いそうですよ。そして後ろに見えているのが、はいはい、合山神社、出羽神社、湯戸の山神社です。3つの神社がね、はいはい、1つの建物神社にね、集まっているような感じです。そしてなんか石段とても長かったんですが、はいはい、歩いてきて汚れがね削ぎ落とされるような感じでね、はい、とてもリフレッシュできました。皆さんも頑張って登ってみてください。夕方になって人もいなくなったらこれ神秘的だな。もののけいますね。だね。はい、ということで戻ってきましたけども。はい、戻ってきました。やっぱすごいね、ここすごい。うん、五重の塔本当に見応えがあって、はいはい、もうね、もう何時間でも見ていられますだね、はい、そして手に持ってるのは、はい、五重の塔と出羽三山神社の御朱印です。はい、ということでね、今日はこの出羽三山神社とこの五重の塔を見に来たということで、はいはい、いい一日になりましたね。はい、ということで本日の動画はここまでしたいと思います。このチャンネルでは旅の Vlog やシネマチックムービーアップしていますので、皆さんチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。